どうも、北山水泳です。今日はですね、こちら、アミノバイタル、こちらについてお話をしていきます。まあ、試合前ね、水泳選手ね、アミノバイタルを使います、飲みますっていう人は結構多いと思うんですけども、一体このアミノバイタルが、どういったものが入っていて、どういった効果があって、どういった風に服用すると一番効果があるのか、こちらを今回はお話ししていきます。はい、まずこのアミノバイタルですね。どういったものが入ってるかというと、もう簡単です。アミノバイタル、名前の通り、アミノ酸。はい、アミノ酸というものが含まれております。まあ、いっぱい種類があるんですけども、主にバリン、ロイシン、イソロイシンという必須アミノ酸っていうやつと、まあ、その他にもいろんなアミノ酸が入ってて、約9種類、このゴールドの場合は9種類のアミノ酸が入ってるらしいです。4000mg ね。で、アミノ酸って一体何なんだっていう、はい、多分分かってない人多いと思います。アミノ酸というものは、もう簡単に言うと、タンパク質です。はい。タンパク質を取って、まあ、プロテイン飲んで、まあ、胃の中でこう消化されていって、最終的にそのタンパク質っていうのが分解されていって、最後の形、それがアミノ酸なんですね。なので、まあ、タンパク質イコールアミノ酸なんで、このアミノバイタルの栄養表示表にも、はい、このね、アミノ酸 4000mg 配合って書いてますけども、はい、こっちのタンパク質の欄にも 4mg、あ、4.0g ですね、と書いてあります。なんでね、もうタンパク質イコールアミノ酸です。はい。で、そのアミノ酸というもの、タンパク質ではなく、このアミノ酸を取ると、どういった効果があるのか、こちらを紹介していきます。まずは、筋肉の分解を抑制でございますね。この筋肉の分解っていうのはね、どういった時に起こるかと言いますと、まあ、試合とか練習とか、ハードな運動をした場合に、この筋肉の分解というものは、はい。どんな距離でやっても、短距離であっても、長距離であっても、基本的には、筋肉の分解というものが進みます。まあ、筋肉がね、こうダメージを負うと、基本的に分解が進むんですけども、その分解というものを、このアミノ酸を摂取すると、抑制、抑えることができるんですね。なので、イコール筋肉の分解を抑えることができる、イコール筋肉のこの疲れる、筋肉の疲労っていうものを抑えることができます。なので、まあ試合前、レース前、まあ練習前とか、まあ練習後でも大丈夫です。飲むと筋肉の分解が抑えられる、筋肉の疲労が抑えられるんですね。はい、もう一つはですね、乳酸の発生を抑制でございます。これ乳酸っていうものはね、皆さん知ってると思います。乳酸が発生すると、まあ体乳酸って言いますからね。乳酸が発生すると、まあなんか体が動きにくくなって筋肉がうまく動かないっていう状態になるんですけども、まあ、厳密に言うと乳酸のせいではないんですけども、乳酸の発生によって、まあ筋肉がこう動きにくくなってくる、動かしにくくなってくるんですけども、このアミノバイタルを取ると血中アミノ酸濃度っていうものが高くなりまして、まあ、エネルギーとしてね、こう、糖を使うことが、はい、節約できるんですね。で、糖を使うのが節約できるイコール、糖を使うイコール乳酸が生まれますので、この糖を使うのを節約できれば、乳酸の発生を抑えることができるんですね。結果的に、まあ、LT 値って呼ばれる、この乳酸が発生するのを遅らせることができるんで、筋肉を全開で動かせる時間が伸びるんですね。つまり簡単に言いますと、まあ、乳酸の発生が遅くなるので、LT 値が上がって、筋肉を動かし続けるっていう、筋肉を全開で動かし続けるっていう時間が長く維持できるようになるんですね。はい、三つ目はですね、筋肉の分解を抑えるのは一個目で言いましたけども、もう一つが筋肉の合成を早めることができるんですね。なので、まあ、練習後であったり、レース後に飲むと、筋肉の分解を抑えて、かつ筋肉の合成を早めることができるんで、レース後の疲労回復、こちらが早くなるんですね。なので、結構ね、練習前、レース前に飲むよっていう人も多いと思うんですけども、これね、レース後に飲むのも非常に重要でございます。特にレースが続く場合ですね、これ非常に飲むことが重要ですね。はい。では、どういったタイミングで取るのが一番ベストか、こちらを紹介していきましょう。まずね、まあ、このアミノバイタルのこの粉のスティックのタイプ、こちらをまあ基本的にはお勧めします。
ていうのもこれはね、あの飲む場所が結構制限されない、水さえあれば基本的にどこでも飲めますので、こういった顆粒タイプが非常に私はおすすめでございます。でまず飲むタイミングなんですけども、まあレースの自分のレース前だけに飲むっていうのもいいんですけども、まあレースの前の日、もっと前の日、まあ、3日前ぐらいから私は基本飲んでおりまして、っていうのもこう筋肉の合成を早めたりすることができるんで、まあ、練習の疲労とかも溜まってる人は飲むことでレース前に自分のパフォーマンス上げることができますので、レースの直前だけではなくてですね、まあ練習後に飲んだり、まあ、寝る前とかに飲んで筋肉の寝てる間の分解を抑えたりすることによって、レース前のコンディションを、自分のコンディションをマックスにするために疲労を抜いていくという意味でも、このアミノ酸、アミノバイタルを、まあレース前の何日か前からか服用するのはいいと思います。はい、そしてレース前、レース直前に飲む場合、何分前に飲むのが一番ベストなのか、これ実は答えがあります。こちらはですね、レース本番30分前でございます。っていうのも、このアミノ酸、アミノバイタルを取ると、その血中濃度、血中アミノ酸濃度、こちらがピークを迎えるのが、約飲んでから30分後です。なので、このね、アミノ酸の効果を高めるためには、レースが始まる30分前に取るのが非常に大事ですね。30分前飲むって結構難しいパターンがありますので、まあ消臭場まで持って行って、水も持って行って飲むっていうのも全然ありやと思います。そういった意味でもね、この粉タイプは非常に持って行きやすいので、ぜひ持って行ってください。はい、そしてレース後ですね。はい、これレース後も先ほど言いましたけども、飲むと疲労回復につながりますので、ぜひ飲んでいただきたいです。っていうのも、まあ大体の人はね、1日1レースだけっていうのじゃないと思うんですよ。まあ、1日予選決勝があったりね、次の日にもレースがあったり、特に JO とか、まあ、全中とかインターハイとかの場合は何日もレースが続いたり、1日リレーもあって 2,3 本飛びますっていう人も多いと思うんで、レースが終わった後もこちらを服用することをお勧めいたします。はい、今回は以上になります。まあね、今日は試合についての話しましたけども、全然ね、練習後に飲んだり、練習前、結構気合入れたり練習とかの前に飲んだりするのも効果的やと思います。まあ、アミノバイタルを基本的に今日は紹介しましたけども、アミノ酸っていうものが入ってるものであれば、別にあのアミノバイタルこれじゃないといけないっていうわけではなくて、他の商品もやっぱありますので、自分のお気に入りのやつをぜひレース前、まあ練習前だったりレース後、練習後に服用してみてください。これで絶対にパフォーマンスが上がります。今回以上です。あっしゃ。